レディース&ジェントルメン、どうも、ドラマスティックです。今回は、マリステンに、そうだね。はい。サンクチャリドラゴンを、まあ、使っていきたいと思います。前回のね、まあ、動画では、まあ、残念ながらね、ちょっと SS 打ち忘れということで、はい、ちょっとそこは動画ミスをしてしまったので、そこはちょっと、まあ、申し訳ないっていう形で、はい、ここではねバッチリ溜まるんで、まあ SS の方もね打っていきたいと思います。レッツゴー。やっぱ火力的にはやっぱあれですね、サンクチャリアサンクチャリアなんで、まあまあハミ化してもまあ強くなったって言ってもね、まあそこまで強くなったわけでもないんじゃないかな。バトル2。もうね、マリシテはね、ほぼ切なゲーですね、これね。切なゲーやな。で、これは、切なが当てればもうそんな感じね。まあ、ビリビリーと、まあ、2体、3体とね、もう、ぶっ倒してくれるんで。でな、はい、バトル3。せつなね、めっちゃゲージ早いからさ、あれなんだよね、なんてやろう、ゲージミスりやすいんですよ。だからね、ここはほぼゲージマックスとか使った方が結構いい。はい、そしたら、はい、まあこんな感じだよね、やっぱ。で、まあ見てもらった通り、画面の通りね、ヴァルプルギスをね、ヴァルプルギスを、まあ、2体目あったんで、そう、俺2体持ってたの忘れてたんで、ヴァルプルギスを、進化、神化にね、両方しましたと。まあ、ヴァルプルギスは、まあ、今後どっかで、まあ、爆裂サッカー使えるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにどうでもいい話なんですけども、まあ、声聞いてもわかると思うんですけども、風邪ひきました。風邪ひ、また風邪ぶり返しましたね、はい、なのでちょっと声ガラガラなんですけども、頑張っていきたいと思います。あ、強くね。え、マジか。たまにね、声がガラガラってなると思うんですけども、まあ、そこは全然気にしないでください。はい、そしたら、強いって、ちょっと待って、強いからね、うん、バトル5。これもね、おそらくこんな感じでね、いけば、あ、強いよ。あ、たまに声をこうやって戻るんですよね。たまに声をこうやって戻るんですけども、いや遅い、ちょっと待って、遅いわ、君、サンクチュアリ、やっぱ。はい、そしたら、ヴァルプルギスね。ヴァルプルギスは、いって、刹那に当たりに行くと。まあ、刹那はこれ倒せるでしょ。倒せないんかい。いっと。
まあ、今回のメインはやっぱ、サンクチャリドラゴン SS なんで、ちょっとハート取りに行ってこれ。はい、バトル6ですね。はい、そしたら、まあこんな感じでね。はい、ボスタイムですね。お、声が戻ったとこで順調になってきたぞ。まあしっかりとね、サンクチュアリー、SS 溜まってるんで、今回は SS を使っていきたいと思います。はい、そしたらミッキーは、まあ、ここで歌わないんですけど、とりあえず地雷回収しといて、め次の刹那、これ重力バリア消えるよね。ワンツースリーパッ、 OK。はい。で、はい。これでね、まあ、サンクチャリで、SS で、どのぐらい削れるのか、やっていきたいと思います。なるほどね。なるほどね。ストライクショット。あ、なるほど。レーザーバリアとかあるんで、これは、ちょっとまあ、強いと思うんですけど、あまり、マルシテンにはおすすめはしないですかね、ここは。僕的には、マルシテンにはおすすめはしないですね。この SS は。うん。あまり変わってないな、こいつ。SS 的、SS は。サンクチャリ。全然変わってないような気がするんだけど。弱点、こっち。ナイス。バカ野郎、待て待て、それは卑怯じゃん。卑怯じゃん、それは。つえ。これはつえよ。はい。で、あとミッキーで終わったんじゃないかな。往復します。はい。ということで、今回は、まあ、サンクチュリーを使って、マリステンを倒してみたという感じで、よければ、グッド、評価、お願いしますので、よければね、チャンネル登録もお願いしますので、関連動画の方からもお願いしますので、以上、太郎崎でした。バイバイ。